予定よりも少し遅くなっちゃった。近道をして早く帰ろう。きっとシュガーも待っているよね。いや、僕たちはあくまで利害の一致で結婚したに過ぎない。彼女が僕を待っているなんてそんなこと。ん？まずい。こんばん、コンクリートジャングル、ミステリー案内人です。緑の減った現代、逆にコンクリートは身近な存在となっていますよね。昔のヤクザ映画でセメントで固めたろかいのような怖いセリフがありますが、今回は文字通りセメントのように固くなってしまう恐ろしいお話です。それではどうぞ。遅い、もう真夜中よ。シュクレに限って仕事でミスをしたなんて考えられないけど、一体何があったのかしら。まあ朝までには帰ってくるでしょ。まったく、あの人ったら何をしているの。連絡もなしのままなんていい度胸してるじゃない。もういいわ、私も仕事に行きましょう。ええ、そうすべきなのよ。ねえ、本当にこの方法が最適なの。ああ、たくさんたくさん考えたんだ。これで全てうまくいくはず。俺を信じろ。まあいいけどさ、私を呼び出しておいて失敗したら目も当てられないんだからね。そんなことわかってる。俺の名前はガンスで、こっちは妹のベル。俺たちは今とある人を探して歩き回っている。ねえ、でもさベル、あれを見ろ。100メートルほど離れた場所で何かを探している様子の女性が見えた。彼女がそうだ、間違いない。行くぞ。はいはい。あの、すみません。何でしょう。もしかしてあなた人を探していませんか。俺がそう尋ねると女性は少しだけ表情を変えた。ビンゴだ。私たち怪しいものじゃないんです。むしろあなたと同じ立場というか。どういうこと。俺たちは簡単に自己紹介し、怪しくないということをまずは理解してもらおうと努めた。俺たちが名乗ると彼女はしぶしぶ自分はシュガーだと教えてくれたんだ。シュガーさん、実はこの辺りで最近人が石化されるという怪事件が起きたんですよ。俺の恋人もその事件に巻き込まれてしまって。もしかしたらあなたが探している人も石化しているのかも。石化？まさか嘘でしょ。本当なんです。事実、兄の恋人はこの辺で石化した状態で発見されました。なんとか自宅に運び込んだはいいものの、元に戻す方法が分からなくて途方に暮れていたんです。俺たちだけじゃどうしようもないと思って、同じ立場の人に協力を仰ごうかと。他力本願で情けないんですが、恋人を戻すにはこうするのが一番だと考えたんですよ。なるほどね。でも私が探している人が石化しているとは限らないわよ。それはもちろんです。だからまずは俺の恋人が見つかった現場に一緒に行ってみませんか。探すあてがないのならほんの一瞬だけでも付き合ってほしいんです。その周辺であなたの探し人が見つからなければ諦めますから。わかったわ。シュガーさんはなんとか納得してくれた。よかった、これで一歩前進だ。こっちです。お兄ちゃん、恋人が見つかったのはこの辺よね。そうだ、朝まで帰ってこないなんておかしいから捜索した結果、石化して横たわっていた。なんであんなことが起きるんだ。原因は不明のままなのね。はい、俺にできることが何なのかもわからなくて、木々の間を通り抜けて進んでいくと少し開けた場所に出た。そしてそこには石化した男性の姿があったんだ。シュクレ、そんな、どうして。彼がシュガーさんの探していた人なんですね。ええ、そうよ、私の夫なの。石化しててもイケメンなのが伝わってくる。こら、ベル。ああ、ごめん。シュガーさんは驚いた様子で夫の姿を眺めている。ああ、やっぱりあなたたちも謎の石化現象に巻き込まれた被害者だったんですね。シュガーさん、これで理解していただけたでしょう。
この辺りで何かよからぬことが起きている。俺たちで協力して大事な人を救おう。シュクレ。シュガーさんは俺の言葉には答えず、石化した夫に触れた。その時だ。シュガー。え？喋った。シュクレ、意識があるのね。ああ。なんで、どうして。そんなに驚くなんて不思議ね。あなたの恋人はこうじゃなかったの？はい。一言も話してくれません。まるで本物の石像のようだった。ナベル、なんでシュクレさんだけ。私にもわかんないよ。そうだったのね。それじゃあ動揺するのも当然だわ。でも何か突破口が開けるかも。シュクレに何が起きたのか聞けるだけ聞きましょう。シュガーさんはそう言ってシュクレさんと話し始めた。石化した状態はやはり相当苦しいのか、スムーズな会話は不可能。何度も引っかかりながら、シュクレさんは必死に自分の身に起きたことを伝え始めた。しかり、突然、包まれて、気づいたら、石に。本人も何が起きたかわからないみたいね。何か見えたり聞こえたりした？黒い影。人？人？ってことはこの石化は自然現象ではなく人為的なものということかしら。でもシュクレは混乱している状態だっただろうから、あまりそこにとらわれすぎてもダメね。シュガーさん、ずいぶん冷静ですね。この人が見つかっただけでも同じよ。命があることも分かった。あとはどうやって石化を解くか考えるだけでいいんだから。すっごい、そこが一番の課題なのに、それだけでいいって言い切っちゃうなんて。笑ってる場合か。もうごめんって、そんなに怒らないでよ。ベルはムスッとした顔をしている。今こいつに構っている場合じゃないな。シュガーさん、これからどうしますか。あなたたちはどうだったの？恋人を戻すために何か試してみた？いえ、僕らは彼女の体を自宅に運ぶだけで精一杯で、知識もありませんし、お手上げ状態で何もしていません。あら、じゃあヒントもなしね。手当たり次第思いつくことをやっていくしかない。シュガーさんはそう言って、シュクレさんの腕をコンコンと叩く。シュクレ、触られている感覚はある？ない。そう。じゃ、これは？シュガーさんはシュクレさんのお腹にパンチを入れた。ない。びっくりした。石化しているとはいえ、夫のお腹に全力パンチなんて度胸ありますね。全力じゃないわ。そんなことしたら砕けちゃうじゃない。どんだけ力強いんですか。でもこれで分かったことがあるわ。石化状態の体は痛覚、触覚がない。これは厄介よ。なぜですか。いろんな方法を試していく中で、もしやりすぎてしまったとしても、シュクレは自分のダメージに気づくことができない。ああ、確かに。シュクレの体自体が石化したのか、あるいは体表を石が覆っているのかも謎ね。不確定要素を減らしていくことが重要になってくるわよ。すごい。ベルも言っていたけれど、シュガーさんは本当に冷静だ。今自分がやるべきことを的確にこなしている。俺にはない部分ばかりで尊敬してしまう。ああ、彼女を選んだのは正解だったな。シュガーさん、俺とベルは何でもやります。シュクレさんを傷つけない範囲でチャレンジしていきましょう。こうして俺たち3人は協力することになった。シュガーさんにまず頼まれたのは、石を削ることができるヤスリを手に入れてきてほしいということ。ヤスリ買ってきました。もしかしてこれで削るんですか。そうよ。途方もない作業になりません？これはただ単にあることを確認するためだけの作業。すぐ終わる。そう言ってシュガーさんはシュクレさんの洋服の端を削り始めた。なるほどね。何が分かったんです？さっき彼の体表が石に覆われただけなのかもわからないと言ったでしょ。だからそれを確かめたの。
服を削って布が現れたらと思ったんだけど、どこまで削っても石ばかり。ということはシュクレの体とシュクレが身につけているものそのものが石化したということになる。ああ、確かに。表面を削るだけじゃダメってことね。ええ、物を溶かす作用のある液体をかけるのもアウトね。加熱するのも危険だし。体内に生じる結石なんかを溶かす薬を飲ませてみるのは即効性のあるものでもないし、石の種類によっては溶けない。現実的ではないわ。温かい飲み物を飲ませて体の内側からポカポカさせるとか。それ意味ないだろう。わかんないでしょ。俺たちは散々話し合った。少しでも希望がありそうなものは試してみたんだ。だが効果的なものは何一つなかった。まあそうですよね。簡単ではないとは思ってましたけど。シュクレ、あなたは何か感じることはないねえ。シュガーさんはハッとした顔でシュクレさんを見た。返事がない。ちょっとどうしたの？聞こえてる？シュガーさん、ひょっとしたらシュクレさんはもう、もう何？死んじゃったのかも。ありえるな。俺の恋人ももしかしたら最初は話せていたのかもしれない。だが時間が経ったことで力尽きて。それで何諦めモードになっているのよ。体が石化した人を救うなんて俺たちには最初から無理だったんですよ。俺がそう言うとシュガーさんは黙り込んでしまった。酷なことを言ってしまったが仕方ないんだ。これまで試したことをあなたの恋人にも同様にやってみましょう。え？もしかしたら何か違う部分があるかもしれない。試して損はないはずよ。いや、でも恋人の石化を解くために私のような人間を探していたんでしょ。そんなに必死だったのに彼女自身に何も試さずに終わらせるなんておかしいわ。シュクレさんのことを見て諦めもついたと言いますか。そうですよ。お兄ちゃんは恋人が石化して深い悲しみに沈んでいた。でもこうして同じ境遇のあなたと知り合えたことで少なからず心が救われたんだと思う。私たち3人ですっごく頑張ったし、絆も芽生えましたよね。謎の事件の被害者同士、お互い支え合って前を向いていきませんか。だからそれってシュクレや恋人を見捨てるってことじゃないの？言い方悪いですって。見捨てるんじゃなくて私たちは前進するんです。彼は私の夫なの。そう簡単にいかない。でもまだ子供もいないじゃないですか。再スタートを切るにはいいタイミング。そこまで言ってベルは口を押さえた。最悪だ。私、子供がいないなんてあなたたちに話したかしら。シュガーさんは俺たちの顔をじっと見つめている。確かに聞いたような気も。あら、妹をかばうの？いや、そういうつもりじゃなくて。さっきから態度が変よ。まだ数時間しか粘っていないのに諦めようとしているのもそうだし、私たちの間に絆が芽生えたとか言い出すし、しまいには私のプライベートな情報まで口にする。あなたたち一体何者なの？シュガーさんまだ若いし子供の話を全然しないから、きっと新婚さんでお子さんもいないんだと予想しただけですよ。いいえ、あなたのセリフは私に子供がいないと確信しているものだった。私のこと知っているのね。シュガーさんの勘違いですよ。そう？じゃああなたの恋人の名前を教えて。ガンスとベル、二人同時に彼女の名前を言うのよ。3、2、1。俺たちはシュガーさんの迫力に押されるがまま、同時に叫んだ。メアリー！当然、揃うはずもない。あら、おかしいわね。恋人を助けるために一緒に行動していたのに、名前も共有できていないの？恋人がかわいそうだわ。ま、実在していたらの話だけれど。もうダメだ、これ以上ごまかせない。お兄ちゃん、私なら。いい、ダメだ。
シュガーさんを傷つけるな。でも、そんなこと俺が望んでいないのはお前も分かっているだろう。さ、全て話してちょうだい。私のこと知っているのなら逃げられないこともわかるわよね。ええ、あなたは凄腕の殺し屋ですもんね。そうよ。こんなことをして申し訳ないと思っています。でもどうしてもあなたを手に入れたかった。は？一目惚れだったんです。歩いているあなたを街で見かけて以来、なんて美しい人だと夢中になってしまった。俺は何としてでもあなたと付き合いたい、そう思うようになった。でも分かっているのは姿だけだ。その後出会えなかったし、あなたに近づきようもない。それなのにどうして私の正体を突き止めたの？悪魔と契約しました。はあ？シュガーさんはさっきよりも驚いた表情を浮かべている。この人こんな顔もできるんだな。なんて可愛いんだ。悪魔って何の冗談？冗談じゃありません。俺はあなたを手に入れるためなら何だってしたいと思っていた。ネットや文献を調べ尽くし、ようやく見つけたんだ。願いを叶えてくれる悪魔がいるということを。そして俺は複雑な儀式をやり遂げ、悪魔を呼び出すことに成功した。その悪魔は常に俺に付き従い、願いを叶えてくれようとした。それってまさか。そう、ここにいるベルこそが悪魔です。今は人間に化けていますがね。彼女は俺の妹ではない。バラされるとは思ってなかったな。シュガーさんに嘘は通用しないから。はいはい、そうですね。ガンスはさ、私に言ったのよ。名前も知らない女性を自分のものにしたいって。だから私は能力を使ってシュガーのことを調べ尽くした。さすがの私も悪魔から自分の情報を守るのは不可能だったみたいね。当然でしょ、全部丸わかりよ。で、あんたには夫がいることが分かった。ガンスにそれを話したら夫を消してくれって言われたの。そこで思いついたのがシュクレの石化。自分の恋人も同じようになってしまったと嘘をつくことで、自然にシュガーに接触し関わることができる。協力する過程で仲を深め、結局救うことのできないシュクレを諦めさせ、自分が後釜にっていう魂胆だったのよ。でもびっくりしたな。石化したのにシュクレってば話せるんだからね。体が強いのか意志が強いのか。それでシュクレが話していた時、二人とも驚いていたのね。まあね、いろいろと予想外なことばかりでした。あなたとシュクレさんは一族に命じられて結婚することになったということもベルが教えてくれていたんで、簡単だと思ったんです。もしかしたら彼を探すことすらしないんじゃないかと思ってた。でもシュガーさんはシュクレさんを探し、熱心に救う方法を考えていた。俺嫉妬しちゃいましたよ。絶対俺の方がシュガーさんを愛しているのに。気持ち悪いこと言わないで。そんな勝手な感情を抱かれても迷惑なだけなのよ。そんな冷たいところも素敵だな。ベル、まだシュガーさんを手に入れる方法はある？ええ、もちろん。私は願いを叶える悪魔だから。ベル、ガンスと契約する条件は何だったの？私を得るため彼は何を差し出した？魂よ。私は人間の魂を食べて生きるの。でも自分じゃ手を下せないから、交換条件として願いを叶えてあげる。死後ガンスの魂は私のもの。わかりますか？俺は悪魔に魂を売ってでもあなたと一緒になりたいんだ。こんな純愛他にないよ。さあベル、願いを叶えてくれ。ストップ。どうした、ベルの力を恐れましたか？自ら望んで俺の元に来てくれてもいいんですよ。ベル、私と契約しましょう。は？
あまりにも突拍子のないことを言うものだから、間抜けな声を出してしまった。そんなこと、できるわけないだろ！ナーベル！ええ、私は今ガンスと契約しているからね。途中で乗り換えることはできない。そうでしょうね。でも、私がガンスを殺してあげると言ったら？何ですって？あなた、ガンスの魂が欲しくてこんなことしたんでしょ？でも、彼が死ぬのはいつになるかわからないわよ。本当は手っ取り早く魂を手に入れたいわよね。だから私が殺してあげる。その代わりシュクレの石化を解いて。何言ってんだ。そんなことできるわけ。思わずベルを見た。するとベルはにたりと笑っていたんだ。俺にもわかる。これはまずい。ベル、俺を助け。シュガー、いい提案だ。早くガンスをやって。了解。やったやった、魂が手に入った。約束よ、シュクレを元通りに。ああ、そうだった。はい。大丈夫シュクレ？ああ、なんとか。ありがとうシュガー。全部聞こえていたんだよ。あら、聴覚はずっと残っていたのね。ベル、これで契約完了。助かったわ。こちらこそ、美味しく魂をいただいたわ。念のため聞くけど、私の魂は必要ないの？勝手にガンスの殺害を契約の条件にしちゃったけど。いらない。私、男の魂が好きなの。ガンスの魂を10年以上早く手に入れることができただけで十分よ。そう、それならよかった。シュクレ、元に戻れてよかったね。石像のままでもイケメンだったけど。石像にした本人がそれを言うのかい？恐ろしい悪魔だな。もうここに用はない。私は行くね。さようなら、ベル。私たちも帰りましょう。ああ、世話をかけたね。仕事でもないのにすまなかった。いいのよ。シュガー？だって、私たち夫婦なんだから。ああ、うん、そうだね。ありがとう。人を石化させる上に魂を食べていくなんて、恐ろしい悪魔がいたものですね。今度ゴクちゃんに何ていう悪魔か聞いてみましょう。この一件でシュクレとシュガーは距離を縮めることができたんでしょうか。それはおまけで見てくださいね。それではまた。ってコツエさんも石化している。魔法で溶けるかな。ぷやぷやぷやのぷやぷや。首がもげた。これから魔法辞典を調べて梢さんを助けようと思います。また次の動画で会おうね。バイバイチー。もうすっかり元気になったよ。改めてありがとうシュガー。そして謝りたいことがあるんだ。謝る？僕は君に愛されていると思ってなかった。でも悪魔と契約までして僕を助ける姿に胸を打たれたよ。ガンスの言っていた通り、僕らは一族の決定で結婚した身だけれど、ちゃんと愛があったんだね。まあ僕は最初から君を素敵だと思っていたし、愛し…それ以上喋らないで。僕の奥さんは可愛いな。助けなきゃよかった。